皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて、10代から60代までの1万人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートは、本当は好きじゃないけど、同調圧力のせいで、嫌いと言いづらい芸能人有名人は誰、誰という内容です。では、早速見ていきましょう。40位は安村直樹。みんなの意見はこちら。最近アナウンサーの仕事より、 コスプレなどでふざけている印象が目立つ。アナウンス能力や、スポーツへの熱は、しっかりあるのに損をしている。アナウンス業務に力を入れてほしい。39位は吉田美和、みんなの意見はこちら。もともと、ドリカムの歌は、一時の感情を歌うくらいで、日本人の心に残るようなものでもなく、また、演出や見た目がズーずーしくて、子供っぽいと思っていました。38位は、カルベ晋一、みんなの意見はこちら。 そもそも好かれてるかも謎だが、アナウンサーなのに、ここに選択肢として並んでいる意味も、よくわからない。アナウンサーとしての実力もあるし、指導側に回ったと聞いたことがあるが、みんなが好きなのかは、はなはな疑問でしかない。37位は伊藤敦子。みんなの意見はこちら。笑いに特徴がなく、誰かのネタに乗っかったり、あるある話をしているだけのような気がする。髪型も体型もテレビに出るための努力が感じられない。 ロングトークをしないので、人間性が見えない。芸人としては面白くないし、タレントとしては取り柄がないし、ただのおばさんという印象しかない。36位は、クリームシチュー、上田信也。みんなの意見はこちら。ツッコミがくどくて好きじゃないです。マウントを取ろうとしている感じを受けるのもあると思います。顔に品がないのも、あまり好きではない理由の一つです。昔からいろいろな番組に徴用されているが、とにかく高圧的で偉そうなくせに、 対して面白くないと思っている。番組に出てきただけで、チャンネルを変えるほど、嫌い。35位はマツコデラックス。みんなの意見はこちら。コメントは人として面白いですが、やっぱり怖い印象ですよね。志村健さんも、マツコさんの顔を見て恐縮されていたので、男なので、余計怖い。迫力あるんだと思います。マツコデラックス自体が悪いわけではないと思いますが、 マツコの真似をして、私、ズバズバ言えちゃいますという人たちを生み出した元凶だと思って、嫌いになりました。34位は、吉高由里子みんなの意見はこちら。吉高由里子さんは、演技力が高いとよく言われますが、私自身は正直あまり上手ではないと思っていました。でも、主演ドラマが多く、一定の評価があるために、なんとなく好きというしかない気がしないです。 この方は、顔の見た感じも、演技の仕方も、正直あまり好きではありません。ガリレオに出られたあたりから、あまり好きではありません。大河ドラマも、なぜ起用しているのかわかりません。33位は大久保佳よ子。みんなの意見はこちら。トークが面白いと、いろいろなバラエティ番組で見かけるほど、みんなもてはやしているが、自分本意が透けて見えがちなエピソードが多く性格の悪さが、鼻について好きではない。 嫌いって言うと、ブスだからだろみたいに圧力をかけられてしまうので、好きじゃないのに嫌いって言えないですね。まあ、嫌いでもないのでいいですけど、嫌いって言ったら、ブスだから。みたいになる有名人は、ちょっとずるいと思います。32位は、渡辺直美。みんなの意見はこちら。 芸人としてのみ活動していた頃、あまり面白いと思ったことはありませんでした。インフルエンサー的な存在になってからは、社会的な人気があって、面白くないとは言いにくい雰囲気を感じています。成功しすぎて、少し自分の中では、調子に乗っていると思ってしまう。SNS の漢字やメディアに出ている姿、本人の努力であることは、十分理解しているつもりですが、好きになれない。31位は宇多田光。みんなの意見はこちら。 嫌いというほど意識しているわけではないが、ライブに行ったら、歌がうまくなかったことに驚いた。でも、SNS 等ではもてはやされていて、とても違和感を感じた。世界観といえばそれまでだが、昔のライブ映像では、そんなことなくて、技術チームが頑張って加工したのかと疑いたくなった。それがただの劣化だとしたら、努力しないアーティストなんだな、とがっかりした。歌田ヒカルは嫌いでもないですけど、なぜ売れたのかわからないです。 でも、なぜか周囲に好きな人がいて、プレッシャーがかかって、あまり否定的な意見を言えないです。すごく繊細な性質であることがわかる目、可視性などですが、繊細さを隠していくようなとこが好きじゃないです。不器用なのは想像できますが、あまり好きじゃないです。でも、彼女のせいではないと思うので、大嫌いではないです。30位は、松本伊代。みんなの意見はこちら。ついこの前も、社会的に問題となる投稿がありつつ、 フォローされていた元アイドルですが、なぜか芸能界でモテていたみたいです。志村健さんも、好意を寄せていたと思います。ただ、おバカのままで甘んじているので苦手です。親世代の人は、彼女らしさがあって良いという方が多いのですが、彼女が、旦那さんといろいろ報道されている映像を見ると、今で言う匂わせ行為と変わらないことをしていると思い、とても残念でした。それも時代と流されることが多く、嫌いとは言いにくいです。 なんか、あまり好きじゃないんですよね。という分かりにくい人だと思います。良い評判を聞いて、何かよく分からない人。29位は、ぬくみめるめるる。みんなの意見はこちら。テレビの仕事を舐めている感じがする。モデル出身だけど、演技が雑で、なんでドラマ主演できるかが分からない。ぼーっとしているのは勝手だけど、エンタメの仕事として、もっと真面目にやってほしい。メディアに出始めた当初は、 可愛い子だな、と思っていましたが、どんどん嫌いな方向に行っているなと思います。骨が出てきて、可愛さは消えたかなと思いますし、中身も薄っぺらい感じがして嫌です。綺麗などと、やたら生やし立てられているけれど、実際はどこにでもいそうな一般人にしか見えない。それでも、テレビやメディア全般で持ち上げられている以上、それを口に出せないから、28位は藤田ニコル。みんなの意見はこちら、バラエティにはもってこいのキャラクターだと思うし、 人懐っこい性格も好まれると思うが、モデルの割に、ブサイクでどうしてもそのギャップが好きに入れないからです。街中でそこら辺にいる顔だし、個人的に、ワイプの中での発言がうるさくて、内容が入ってこないため、彼女が苦手なのですが、特に他に悪い部分がないので、あまり好きではないと言いにくいです。ファッションだけではなく、コメンテーター的な位置で、テレビによく出ているけど、当たり前のことを言ってるだけで、話し方が上からに聞こえる。 急に賢いキャラになってる気がするから、27位は南原清隆。みんなの意見はこちら。あまり性格が良いとは思えない。内村照吉さんは、とても良い方だと思うが、発言や細やかな態度などが、性格が昔から良いとは思えず好きではないが、うっちゃんなんちゃんという名前で、邪剣にはできない感じ。芸能界の大御所のような雰囲気だが、代表作バラエティ番組、映画出演などを知らない。 過去にどんなことで有名になったのかも知らない。でも、なぜか後輩芸人に持ち上げられている。テレビで見ていると、確かに安定感はあるし、司会とかそういう風に仕事している分には良いのかもしれないけど、お笑い芸人としては、コントとか面白いとは思えない。26位は米倉良子。みんなの意見はこちら。雑誌などのモデルとしてのイメージだけで、実際は人間味がなくて、人間性がわかりにくい芸能人だと感じています。 人柄が無というのか、表情も目が無感情で好きになるような魅力がない、ドクター X で人気だと思うのですが、バラエティに出演した際の立ち振る舞いなどが昔から嫌いです。ファンが熱狂的盲信的なイメージがあるので言いにくいですが、嫌いです。スタイルも良くて、実力もある人の悪口は言えない雰囲気がある。しかも、海外でも活躍できるご自身の努力は半端ないと思うので、否定的に思っていても言えない。 25位は鈴木福。みんなの意見はこちら。鈴木福さん。小さい頃から芸能活動を頑張っているのはわかるが、名門大学にそれだけで入るのはどうかと思う。全国の受験生から見たら、どうしてもずるいと感じる。まなちゃんのように、学業もきちんと頑張って、実力で入っている人が近くにいるから、なおさらそう感じる。嫌いというか、何も取り柄がないのに、業界にしがみついている様子が見ていられない。 引退した方がいいのではと、いつも思ってしまう。イケメンでもなく、演技派でもなく、何がしたいのか分からず見ていて、もやもやしてしまいます。24位は鶴のしみんなの意見はこちら。鶴のしさんは好きじゃないです。好きじゃないけど、ウルトラマンとかやってて、好感度が高めなので、あまり好きじゃないと言いにくい雰囲気があります。考えがおじさんって感じがあって、考えが合わないです。人気もあり、なんとなく人が良いのも伝わってくるが、 個人的に面白いともかっこよいとも思わないので、なんでそんなに人気があるのか納得いかず、好きではない、いい人で良きパパ、愛妻家というイメージが世間的にあると思いますが、少し発言に裏の性格を感じてしまいます。愛妻家や家庭を大事ということを全面に押し出す必要は本物ならばないと思うので、未だにあまりちゃんと知らないくせに、一丁前にコメントしているスタイルなのが好きではありません。 巷では、バカキャラだからいいと愛されているかもしれませんが、甘やかしすぎではないでしょうか。23位は、よいこ浜口まる。みんなの意見はこちら。昔もそんなに好きではなかったが、最近またテレビに出だしたけど、薬でもしているのかと思うほど、気候に走っていていたいたし、元でテレビには出られないのだろうか。おバカキャラで人気の、よいこ浜口まるさんですが、フリートークが面白くない上に、雰囲気を壊してしまうような、 つまらないギャグをたまに言うので、個人的に良い子浜口まささんは、好きではありません。昔から、バラエティ番組に一員として出演されていたものの、好きになれない人でした。ビジュアルなのか、ゲイなのか、どこかがメンバー中で浮いているイメージです。どうして人気があるのかわからない。話は面白くないし、滑舌が悪くて聞き取りにくいし、テレビに映ったら、チャンネルを変えるぐらい嫌い。 プライドが高そう。22位は、久本正美みんなの意見はこちら。もうそこまでの人ではなくなってきているのに、前に出ようとしているところが見ていて疲れる。今はあまりしなくなったが、下ネタが不快だった。勢いだけで、笑いを取ろうとしている。雰囲気に騙されがちだが、実際のところあまり面白くない。とにかく下品で、うるさい人という印象が強いのと、宗教のイメージがあって、あまり楽しいという気持ちで見ることができない。 嫌いではないのですし、むしろ年を重ねた女性の、ロールモデル的側面もあるとは思います。でも、某宗教のイメージがどうしてもちらついてしまい、好きになれません。久本雅美さんは、優れたトーク力や、明るいキャラクターが人気のタレントなのですが、バラエティ番組での自己主張があまりにもひどかったので、番組を見るのを途中でやめたことが、何度かあります。21位は、下振り妙女性や、みんなの意見はこちら。 結構いろいろな番組特にバラエティに出ているので、家族でテレビを見ている時や、友達とテレビの話をした時に、好きじゃないと言いづらい感じがあります。言葉のチョイスなど、面白い時もあるが、どうしても以前のスキャンダルで、気持ち悪いとしか思えない。相方も面白くないので、コンビどちらもテレビで見たくない。何が面白いのか、よくわからない。過去、ドラマで重要人物として登場したこともあったが、演技が上手いとは到底思えなかったし、 なんでこの役を聖夜がやるんだと、他にいただろうと思った。中には、見た目が好きという人もいるので、公には言えない。お笑いコンビの中でも、苦手な方です。コントが関西弁で早口で、だんだん何を言っているか、わからず理解に苦しみます。出演していると、チャンネルを回してしまいます。20位は田村敦志。みんなの意見はこちら。若い時から、なんで人気があるのかわかりません。芸が面白いわけではないですし。 特に顔が良いわけでもないのに、人気な意味がわからないです。ですが、知人にはなぜか受けが良いので、好きじゃないとは言いにくいです。昔は、確かに流行っていた時期もあるのかもしれませんが、正直過去の人というか、出しゃばってくるなよ、おじさん、という感想です。顔も嫌いですし、発言も無理です。安倍まで知識人のようにコメンテーターとしてコメントしている姿と、ロンハーでの芸人に対する雑ないじりのギャップに、 違和感があて見ていて、なんだかインチキさを感じる。もともと芸人として、よくテレビに出ていた時ゲストや MC などから、見た目や声が少し私の苦手な系統でしたが、最近は情報番組のご意見番のような席にレギュラー出演しているようで、ますます苦手になりました。でも、仕事の幅が広がって、お子さんが生まれたあたりからも良い、パパのような好印象を世間から持たれていそうなので、苦手と言いづらいです。 19位はめぐみとしあき。みんなの意見はこちら。どこが嫌いか把握しにくい相手。強烈なキャラで、他には存在していない男性だと思う。声や話し方が、ロボットのように感じたり、自分が自分だと率先して話しかけていく様子も、苦手意識がありました。お昼時の某番組の司会をされていますが、一部の方に、高圧的な態度を取ったり、上げ足を取ったり、 人の話を途中で遮ったり、自分はよくわかっていると言わんばかりの、欧米な態度が好きになれません。もともと芸人さんだったと思うのですが、その割には空気感が面白くない人だなと思います。性格が良いとは思えない、発言も、的外れな時代作語のような言葉が多いと感じてしまう、もともと芸人。だけど全然面白くもないし。 コメンテーターとしても面白くない。昔本邪魔かで東京フレンドパークに出てらした頃のめぐみさんは好きでしたが、今は昼の帯番組の司会をされている影響なのか、ご意見版というか嫌な意見を言うことも多いイメージで、バラエティでもそのイメージを引きずって面白くないと感じてしまいます。 ニュース番組などでも意見を言うことが多いが、やはり芸能人で中高年だからずれている意見が多いと感じる。また人の意見に被せたり、ニュース番組なのに主張が強い。18位は若月千夏。みんなの意見はこちら、若月千夏,夏さんです。デビューした時から彼女の人相が好きではなかった。裏で悪いことをしていそうだと、なんとなくですが思っていました。最近になって、 過去に悪いことをしていた噂も知り、私の中では、さらにイメージが悪化した芸能人です。バラエティ番組でうるさいので苦手だだ言っているのが見ていて痛々しい年齢も重ねてきたので、もう少し落ち着いた対応をした方が、良いのではないかと思う。よくバラエティや女芸人と出ており、人気があるのかもしれませんが、とても苦手です。早口で声が苦手で、テレビに出ていると、チャンネルを回してしまいます。 気が強い主張が際立っているし、自分自分というスタンスが強くて苦手でした。でもなぜか、正当化されているキャラクターが謎です。気持ちを顔に出しすぎなので、お笑い芸人といても面白くないです。よくテレビに出ているが、目がバキバキで怖い。嫌いとまではいかないが、正直なものいいと声の大きいところが、実際にあったら、威圧感を感じそう。言い方を柔らかくしてほしい。17位は、浅田真央。みんなの意見はこちら。浅田真央さんが、 とても苦手です。CM にもたくさん出ているし、いろんな番組に出ても、花があって可愛くて今でも人気があるのはわかるのですが、どうも生理的に私は苦手だと感じてしまい、テレビに出ていると、チャンネルを変えてしまいます。でも、周りは好きな人が多いから、嫌いと言いづらいです。現役で試合に出ていた頃よりはマシではあるけれど、未だにあの時マスコミのせいで可哀想だったという人が多く、 スケートでの実力や演技について、周囲と話したことがないから、確かに、子供時代の可愛さが人気で可愛かったです。ですが、成長とともにあれ。と思うような言動であるとか、ビジュアルになっているし、姉に対しての言動も憎まれ口で可愛くないと思う。朝玉を可愛くないし、TVCM なんかに出ないでほしい。オリンピックで注目されたんだろうと思うけど、ブサイクすぎるからやめてほしい。姉の方は、まだマシだからいい 最近の活動と露出が見合っていない。アイススケーターとしての能力は、類を見ないほど高いが、それほどコメントなどが上手いわけじゃない。番組のゲストとして見たいかと言われると、それほどでもない。16位は大阪直美。みんなの意見はこちら。そもそも、みんなが好きなのか、自分の周りで好きという人は聞いたことがないのですが、なぜかテレビや広告で多く出てきて、本当に嫌です。正直この人は日本人だとは思っていません。 スポーツで活躍している人の人格否定は、全くもってしがたい雰囲気がある。ましてや、初の世界ランキング1位という偉業を達成している人の悪口や、陰口は言えない雰囲気が、世間一般的にある。不適されたよ態度が嫌い。わがまま。実力はあるのに、すぐにメンタルやられたようになって、テニスで期待に応えられていない。嫌ならやめればいいのに。 大阪直美選手は、試合に負けると、ラケットを地面に投げつけたり、メディアからのインタビューの際に、高圧的な態度をとったり、スポーツマンとして良くない態度を繰り返しているので、私は大阪直美選手が嫌いです。テニスも、そんなに上手くない。彼や子供がとか人権とか、本業以外に、海外セレブ気取りなニュースが多い。テニスをやると、結果が伴わない。この人は、本業すらわからない。15位は、伝説の家政婦島さん。 みんなの意見はこちら。私からすると、料理がうまい一般人という感じなので、そんなにメディアに出る必要あるかなぁ。というか、そこまで需要ある。という感じです。で、初めは気になりませんでしたが、ずっと出てると、もういいし飽きたし、そんなに興味ないなって思います。お料理も、あまり自分の好みでないし、空気感や考え方など、近くにいれば、別の見方ができるかもしれないが、 テレビで拝見している限り、あまり自分とは合わないタイプの人だなと思う。芸能人や番組から持ち上げられてる感がすごくてなんとなく嫌な感じ。最近は、家事以外のところも話題に上げられていて、また、この人かと思ってしまうから、テレビによく出るようになってから、島さんのお料理がこんなにすごい、という特集ばっかり放送しているように思います。確かにお料理はすごいと思うのですが、元プロのシェフですし、 他政府というには、少し当てはまらないところが気になります。でも、世間では人気があると思うので、言いづらいです。いろんなテレビ番組に登場するが、そこまですごいとは思わない。また、いろんなテレビに登場しすぎて、飽きてしまった。フランス料理のシェフ出身という点が、少し鼻につく。14位は有吉弘之。みんなの意見はこちら。周りでは人気がある好きという人が多いので黙っているが、 この人に限らず、はっきり言って、毒舌かな人が大嫌い、人の弱い部分を茶化して、笑いを取るのが、とにかく深い、人間性が著しく嫌いですが、なぜかメディアに登場しまくっていて、そこも謎であり、苦情が来ないのか、不思議な人でした。発言が下品であるとか、人間性が悪いなどが理由です。 現在は司会者などでよく見かけるが、昔は毒舌や破天荒な行動でテレビに出ており、その印象がまだ残っている。人を馬鹿にするところが好きではない。毒舌も苦手あまりにも多くのレギュラー番組の冠をやっているので、その時間帯に合わせた振る舞いというのをきちんと心がけているように感じるが、ラジオでは特に結構昔から女性別視的発言が見られて、しんどいので、偉そうな態度の気持ち悪い。 品のないおじさんだなと思います。匂いも臭そうだし、近寄りたくないです。ブサイクで、かわいそうな男性だと感じてしまいます。13位は指原里の、みんなの意見はこちら。番組をたくさんやっているイメージなので、人気はあるのかもしれないが、AKB 時代から、あまり好きではない。アイドルとして、センターが取れたのも、トークスキルによるもので、顔はもちろん歌やダンスのものではない。整形したのか。 顔が変わっている気がするし、案件の美容動画などは信じられない。トーク力やコメント力がすごいと言われすぎていると思う。ルックスもその日のコンディションによって全く決まっていない日もあるのに魅力のある女性のような立場でテレビに出ているから基本的に48系と坂道系が嫌いなんですよね。それを抜きにしても、指原里野は歌唱は平凡。 顔も普通、体型も標準的、アイドルとして抜きんでている部分がないんですよ。今現在で、ただのおばさんですよね。なんで売れているのか、よくわからない。可愛くもないし、取り立てて面白いわけでもない。大嫌いなわけではないけど、特に好きでもないし、興味もない。元アイドルだけれど、自分の意見をしっかり言える。間違っていることは本人に言える。自分を持っていてかっこいい。等の意見がありますが、自分のことを噂となったことを、 棚にあげて、ジャニーズの問題について指摘していたことから、信用できない人だと感じてしまったからです。指原里乃さんは、アイドル現役時代から、あまり好きではありませんでした。でも、指原里乃さんを評価する人は多く、何が良いのかわからないものの、なんとなく嫌いと言えずにいます。12位は、村重ンナみんなの意見はこちら。気持ち悪いので、出ないでほしい。大御所を、呼び捨てとかどうでもいいけど、単純に目障りなので、 TV に出ないでほしい。ただうるさいだけだし、大して可愛くない。テレビに出て、前に前に出てこようとするのは、本当に見ていてうんざりする。あまり見ていたくない。アイドル上がりの女性を、そこまで優遇しなくていいと思った。ただただ、うるさいだけ顔も綺麗ではない。大きい声で話しているだけで、特別面白いことも言っていないのに、人気があると自信がある感じが苦手。村重は、村重張ってうるさい。流行らそう思ってる 大声出して騒いでるだけで、大したこと言ってない。芸がないんだから、そのうち消えそう。単純にうるさい。何を言っても許されるだろうと思っているのか。他人を攻撃したり、品のない言葉を多く発しているイメージがある。自己アピールが強い。ちょっと生意気な感じがある。アイドルでそんなに売れていなかったので、見ていても誰なんだろうという印象でしかない。バラエティでの発言も、そこまで面白くはない。 11位はタモリ。みんなの意見はこちら。好きな人が多すぎて言いにくいです。なんで人気があるのかわかりません。どこか面白いのかわかりません。本当に面白いのかどうかわからないです。ただ人気があるから、好きって言っている人が多いのかな、と思います。最近でこそ、あまりテレビで見ないので、言いにくくはないが、いいとも時代はテレビに出ているのが日常すぎて、否定的な意見は言えない感じだったと思う。あんまり好きじゃないおじさんですが、 国民的司会者に君臨されているために、タモリさんは沈黙のスター的に見ていました。昔はもっとギラギラしており、好きじゃなかったですが、晩年落ち着いてきているので、好感度が上がっています。大御所だし、お昼の顔を前まではやって、万人受けは確かに良いと思うが、バラエティーとしてみたら、タモリは本当面白くない。どこで笑ったらいいか、戸惑うことが多々ある。芸能界で大御所扱いされてるが、本業は、 司会者なのか芸人なのかはっきりしない。司会の進行もうまいと思えないし、お笑い芸人ってしても中途半端で過大評価されすぎ、面白くもなんともない。芸歴が長いだけ、忖度で生きている代表を笑っていいともも何が面白かったのかよくわからない。今じゃほとんどテレビに出ていないと思うので、これが現実だと思う。誰に嫌われていても。 どうでもいいと思っていそうなところ、自分の好きなことで番組を長く続けられている、羨ましさ、あと正直なんでミュージックステーションに今でも出続けているのかがわからないから、獣医はサザンオールスターズ、みんなの意見はこちら、しゃがれた声で社会性が乏しい、放送禁止の音楽を世に広めていくなど、彼はどういうつもりかという印象でしたが、 最終学歴を知り納得しました。青学はキリスト、学問はできても、社会性がエキセントリックな人が多いです。サザンは嫌いじゃないですけど、あまり好きでもないです。ヒット曲とか聞いても、なぜこれがヒットしたんだろうって思ってしまいます。サザンについて、否定的な意見を言ってしまうと、周囲から惹かれそうなので、言えないです。 サザンといえば、音楽業界の重鎮といった位置づけで、世間は高評価している人が多いですし、有名な曲も多数あったり、特に今の夏の時期は、サザンの曲が多く取り上げられていて、国民的な人気だと思うからです。歌自体は嫌いではないんだけど、ロックって年を取った時に、あんまりロックじゃないかな、と思っているので、サザンもだし、他のロック歌手も、弾き際があるのではないかと思う。歌い方の癖が強すぎて受け付けない。 歌は良いのに、声と癖で嫌になるから、少しもったいないと思う。必要なのかもしれないけど、あの世代の熱苦しさはない方がいい。人気アーティストなんだろうが、年代的に少し違う。自分より上の世代の人たちに当てはまると思うので、好きじゃないけど、なかなか嫌いとも言いにくい。当時は良かったのかもしれないけど、割とセクハラチックな曲が多くて好んで聴こうとは思えない。下ネタが多い印象。もう時代には合わないように思います。 変わった曲が多いなとは思いますが、皆が絶賛するような曲は、それほど多くはないと思っています。皆が良いというので、なんとなく聞いている、良いと思っている人は、かなり多いのではないでしょうか ?9 位は広瀬すずみんなの意見はこちら。学校とクラスが同じだったという友達から、いじめ加害者だったという話を聞いて、人から聞いた話であり、自分で見たわけではないものの、 信憑性の高い話だと感じ、そんな人がテレビに出ていて評価されていることが納得がいかず、その先入観から好きになれないです。ちょくちょく上から目線で発言することがあるのが苦手なのですが、顔が良いってことで、特に学生時代の頃は、会話の中で出てきても、苦手や嫌いというと、場の雰囲気が悪くなるので、なかなか言えなかったです。あまり演技が上手と思えず、見た目が可愛いのは認めるのですが、ドラマや映画で見ると、ちょっとあれ、 と思ってしまう部分があります。好きな人がいては困るので、あまり言いませんが、顔はそこまで可愛くもなく、一般人にいるレベルだけど、芸能人として露出している分に、男子や時々成人男性が、チヤホヤしているというだけだと思っていました。インタビューなどで、一言多いというか、言葉選びが不愉快で好きではない。キックボクシングに飽きてきたので、他のスポーツがやりたいと、はっきり言っていたのが、嫌いだなと思ってしまった。 広瀬すずさんは気が強そうで自信があるのが全面的に出てきていてやや調子に乗っている印象があります。でも広瀬すずさんを好きな人が多くて嫌いだとは言い出しにくいです。どこにでもいる顔だなと思っていますがそれを言うと何目線だよと言われること間違いないので言えません。正直絶賛するほどの顔だとは思っていません。そもそもそんなに顔が好きじゃないです。なぜあそこまで評価されているのかわかりません。単純に好みじゃない。 顔が好きじゃないので、演技も見たいと思わず、全くいいと思えません。8位はヒロミ。みんなの意見はこちら、ヒロミさんです。大御所とまでもいかなく、奥さんの痛い,い言動を、のばなしにしているところが似たもの夫婦で、性格がよろしくないと思います。ヒロミさんは、ここ最近は特に DIY をするテレビ番組によく出ていて、昔の職業に付随した、得意分野に携わって大活躍していますし、世間からは好印象だと思うからです。 なぜ好かれているのか、よくわからないですが、パワハラだったり、粗暴な印象があるので、好きではありません。昔ながらの男性という印象のせいだと思います。時代に合わないと思っています。あまりに何でもできすぎて、否定的な意見が言えないオーラが、全開に出ている。しかも、奥さんがうっかりさんということもあって、火の打ちどころがなさすぎるように見えるのかもしれない。しかし、本人は喫水のパワハラ体質で現代にそぐわないし、 育児もめちゃくちゃだったと聞いたことがある。若い頃態度がでかく目上の人にも失礼なところが嫌いだった。一時期芸能界の仕事をしてなかったのにしれっと戻ってきて獣人のような顔をしている。DIY とか趣味レベルなのにプロみたいな顔してる。なんていうかもう見ていて痛々しい感じがするので事業とかもうまくいっている風でもないし芸能界にいるからにはもっと華々しくいてほしいと考えているので彼は当てはまります。 愛妻家として好印象ですし、子供はすごく可愛いし、夫婦のエピソードが面白いですが、YouTube なんかでは出すぎている印象はあります。見た目が綺麗ではないので、高画質のテレビで見ることが深い、いつも上から目線で話しているような印象があまり好きではない。DIY など、いつも同じことしかしていない印象。態度が悪いだけの芸人崩れのタレントです。数十年以上にわたって、 TV での露出がなかったのですが、数年前から復活してしまい、私の TV 離れが加速しました。公共の電波で、ヒロミは見たくないですよ。サマズの三村もヒロミが嫌いって公言してましたが、それは人間として当然の感情だと思います。7位は佐藤しおり、みんなの意見はこちら。なぜ人気があるのかわからない。特に容姿も好きではないが、性格がいいわけでもない気がしてしまう。面白くもないからわからない。 いつも見ると、私は心からそう思っている。ドッキリでの対応が、神対応というところで、彼女はいい人可愛い,いと、テレビで持ち上げられすぎている感じがするそのせいか、実はそんなに好きなタイプではない。作り笑顔に見えると言いづらい。悪い噂が何もない。好感度が高い女優。結局、こういう人が、一番素敵などと話題になっていたのを見たことがありますが、とびっきり綺麗な人というわけではないと感じてしまい。 そこまでテレビで多く見かけるということもなく、正直印象が薄いです。ですが、悪く言ってはいけない。悪いところが何もないという圧を感じます。いつもニコニコ笑顔で笑っていない顔を、あまり見ないほど、全身でいい人を表現している人だと思うのですが、いい人すぎて、どうしても好きになれません。でも、こんないい人いないと、周りは言うので、嫌いと言いづらいです。それほど嫌いなわけではなく、 素直な良い子そうという印象ではありますが、あまり顔が可愛くないところが気になります。あと、リアクションが大げさで見ていて、痛いなと思ってしまうことが、多々あります。デビュー当時から、事務所のゴリ押し感が強く、優等生キャラで売ってきた感じが、なんとなく好きになれず、受け入れることができませんでした。テレビで見ていても、どこが良いのか、全くわからないし、 セクシーでもなく、賢くもなく見た目も普通で良さが全く感じない。なぜこの子が売れるのかも、私には見当もつかない。天然っぽいのが売りなのか、一人では何もできない人、ファッションなどをトータルで見ると、愛嬌があるのだと思いますが、パッと見て、この人可愛いな、綺麗だなと万人が思うスタイルではないと判断したため、本当がどうか知りませんが、可愛すぎず、読者にも近いから、という理由で、モデルに選ばれたそうです。 芸能人で通用するほどの魅力は、正直ないと思います。6位は上白石萌音、ね。みんなの意見はこちら。上白石萌音は好きじゃありません。顔が本当に好きじゃないので、無理です。演技もうまくないのに、なんで人気があるのか不思議です。でも、人気があるようで、あんまり嫌いと言いにくい感じがあります。以前バラエティ番組で悪口を言う役を演じたら、ジンマシンが出た。 体が拒否反応を起こすくらい悪口を言い慣れていないなどといった話をしていて、良い人アピールが鼻につくなと感じたから、顔があまり可愛くないけど、可愛いと言われてる感じ、歌も上手いと言われているけど、特別上手いと思えない。演技が下手、自分では可愛い、歌が上手い、演技が上手いと思っている感じが苦手、演技もそこまで上手くなく、芸術肌でもなさそうだが、歌を歌ったり、文化面でも活動したり、誰が認めているのか、疑問に思う。 この方でないとダメな理由がない。それでもメディアの取り上げ方が誰もが認めるような言い方なので納得がいかない。基本どっちがどっちかわからない。そして歌も上手いのかなと思っている私はあまり好きではない。澄み切った歌声を売りにしているようだが、それは歌手もいっぱいいる。演技もそこまでだし、本当は大して綺麗でもないし、一般人にしか見えないのに、歌番組やドラマなどでやたら歌が上手い。演技力がすごいと言われていて。 とてもどこがいいのとは言いづらい状況になっているから、モネとモカの違いがいまいちわからない。朝ドラ出たのはどっちくらいの認識しかないが、親世代は朝ドラ大好きなので、話を合わせないといけない雰囲気がある。どちらかというと、妹の演技の方が好きだけど、周りでは姉派が多いので、なかなか好きじゃないとは言い難い。なんとなくだが、笑顔が作った感じで好まない。モネとモカどっちがどっちかやはりわかっていないため、 演技力や歌唱力の話になった時に、あ、それね、すごいよねと話を合わせないといけない状態になる。5位は大谷翔平。みんなの意見はこちら。そもそも野球に興味がなく、凄さがわからないから、野球選手なので、すごい記録を出して話題になるのはまだわかるけど、結婚やペットの話題ばかりだとうんざりする。野球に興味がないのに、大谷翔平の話題ばかりで、あまり知らないというと、非国民扱いされるので、嫌いになった。 みんなが、みんな大谷翔平を日本の誇りだと思っていないということは知ってほしい。野球が全然好きじゃないので、大谷翔平も全く好きではないけど、毎日どのニュースでも報道されているし、嫌いと言ったら、日本人じゃないような雰囲気があるので、嫌いと言いづらいです。見た目から弾き出す人柄が好きじゃないので、彼を知る以前にまず、興味が湧かないという印象です。配偶者選びが、完璧嫌な男という印象、ドヤ顔がすごく苦手です。 高校時代からプロ野球時代までは謙虚で穏やかな雰囲気があって好きな選手でした。でもメジャーに行き特に結婚してからはやや調子に乗っている印象を受けるようになりました。上記とほぼ同じ理由。初めてテレビで見た時から人相や雰囲気が好きではない。その人の考え方や性格が人相に現れていていい人そうには思えなかった。そもそも野球に興味がないんですよね。 報道番組では、毎日のように大家が取り上げられていますが、故障でピッチャーを止めてからは、打った走っただけじゃないですか。どうでもいいですよね。ワイドショーで、大家が出てくると、チャンネルを変えてます。大谷翔平は、好きじゃないです。すごいのはわかるけれど、そこまで言うほどかなと思います。グローブなどを配るとか、学校側にとっては迷惑な面もあるのに、と思ってしまいます。評価される面が強すぎて、嫌いとか好きじゃないとは言いにくいなと思います。 野球の本場のアメリカで実績を出したのはすごいのだろうがそもそも野球に興味がなく面白いと思わないアメリカでも野球は人気がなく大家が誰か知らない人の方が多い4位は MRS グリーンアップルみんなの意見はこちらボーカルの人の顔と性質が嫌いです技術はあると思うけど曲も全く好みではないし全くいいと思いません周りはほとんど評価高い人ばかりなのでしんどいです 若い人には流行っているようですが、その他のバンドとの区別がつかない楽曲、変にジェンダーレスをイメージした外見など、どれをとっても好きじゃありません。ただ、流行っているので、嫌いとは言いにくいです。一昔前のような風貌の三人組ロックバンドだなぁという印象です。今時の若者にとっては、注目すべきアーティストとして位置しているのかもしれませんが、昭和生まれの私としては、魅力は感じません。今話題になっていて、歌も何曲か知っていますが、 まずビジュアルが苦手。それでも今注目のとか TikTok やテレビでやたらと持ち上げられている風潮があり、それを口に出せないことが理由です。特に好きでもないけれど、最近 CM ソングに起用されたり、ニュースでもイベントに出演していたことが出てきたりと、何かと話題になりがち。とりあえず、周りの意見に合わせている。ムルズグリーナップルはトップ10に同時に何曲も入るくらい、今一番売れているグループだと思いますが、 私は、どうしても化粧をしたミセスが苦手で、ビジュアルがどんどん変化してついていけなくて嫌いなのですが、とても人気があるので、嫌いと言いづらいです。グリーンアップルとかいうバンドは、なんか売れた曲出したのか。特に聞いたことない曲ばかりなので、売れていないと思うのだけど、なんで有名なんですかねさっぱりわからないです。嫌いというか、実は全然知りません。どんな楽曲なのか、何人組のバンドなのか、男女構成比は、 全く存じ上げません。とても人気があるということだけは知っているので、口を出さないようにしています。今の若い子たちには、人気があって、話題のために話を合わせないといけないかな。このグループは、正直メロディーも歌唱力も、波以下だと思う。サビのインパクトが薄いから、コカ・コーラの CM ソングのミュージックビデオの件で、とても叩かれていますが、彼らの周りのブレインの誰も、コロンブスサルの演出植民地支配の件を突っ込まないことに、 正直、ドン引きしました。3位は、出川哲郎。みんなの意見はこちら。とても人気ということは知っているので、好きじゃないとは言いづらいです。顔が好きじゃないのと、太っている人が嫌いです。数年前に、ハーフタレントの女性が暴露していた話が、印象的だから、確か、ハーフタレントの女性がある芸能人に、枕営業を強要され、その取り巻きに、彼がいたという話でした。ピン芸人で、決して若くないのに、 体を張ったりロケで頑張っていると言われていて、離婚のことも世間ではほとんど忘れられているので、なぜか好感度が高いイメージ、明るく楽しい人なのはわかるが、何を言っているのかがよくわからないし、本当に知識がないのか疑わしい。芸能界に長年いるので、バカな演技をしているのではないかと思ってしまう。ちょっと時代に合っていない状態。リアクション芸は、昔はすごかったし、あんなことを普通はできないが、 最近のテレビ露出は、ひな壇担当でコメントをするだけで、あまり知識もないしつまらない、リアクション芸人ということみたいですが、そもそも自分で、笑いのネタを作れないし、人にいじられないと何もできないなんて、芸人失格だし、全然笑えない。はじめは、声がうるさくて騒いでいるのが苦手でした。顔もあまり好きではなかったのですが、いじられキャラが定着してきて、だんだん慣れてきました。 番組で体を張って、笑いを取るところに、凄みを感じるようになりました。誰からも偉そうに思われない。あのキャラクターだけに、悪く言う人が、性格の悪い人間に見えるように感じる。実際身長が小さく、あまり怖いという印象がないので、許されているように見えるだけで、結構セクハラ発言はしてきているから、もう、あははという笑いしかない相手です。彼は、テレビのバラエティ番組内ではうるさい方ですが、 表情は憎めず、デヴィ夫人がそばでいる限りは、抑止力が働いているように見えます。バラエティで重宝されている意味が、そもそもわからないと思っているが、自分の周りの人は、出川さんは、レジェンドというイメージで見ていて、ドッキリがすごく面白いと言っているから、うるさいだけでそこまで面白いと思えない。2位は羽生譲る。みんなの意見はこちら、ナルシスト。自分に酔っているようなところが嫌い。よくメディアに映る、演技終了時のドヤ顔も、 鳥肌が立つ。何のために結婚したのか。離婚の仕方も理解できない。素晴らしいアスリートで、輝かしい経歴をお持ちだとは思いますが、どうしてもナルシストな感じが、言葉の端々に出ているところと、結婚から離婚の流れで、奥さんを守るためと言いながら、自己保身のような態度に見えて、好きになれません。羽生はなんだか自分に寄っている感じがして気持ち悪い。感情を入れる表現がいいと、周りは言うが、私は見ていて、 とても不快に感じる。ファンの熱もすごいので、外でうっかり嫌いなどと言ったら、必要に叩かれそうな気がする。初めてテレビで見た時から、人相や振る舞いが好きではない。顔の作りは仕方がないにしても、その人の考え方や、性格が人相に現れていて、性格が悪そうに思えた。羽生結弦を好きな人は、本人を崇拝している感じで、宗教味が強いと感じる。 羽生結弦る本人が、そういう人たちを引き寄せるようなタイプなんだなと思って、あんまり好きじゃない。そもそも、顔がタイプではない。眉毛を動かして話す感じがすごく嫌。アイススケートはすごいと思うけど、色も白くて話し方も苦手。離婚した理由も意味不明。経歴や実力は、素晴らしいとは思うが、TikTok などの SNS でダンスしている姿を見て、共感性周知を感じた、少し子供っぽい行動や、 わざとらしい行動をしがちなのかなと思う。王子様感が、生理的に受け付けないから、スケートを滑る姿は美しいとは思うけど、なんとなくそれ以外の雰囲気が好きになれない。情がなさそうな印象。スケート以外のどうでもいいプライベートの報道が多すぎて、嫌になる。フィギュアスケートの技術が高いのはわかっているけど、ちょっと中性的な感じがあまり好きじゃない。個人的には、もっとダイナミックなスケーターが好きだから。 スケート選手として、チアホや取り上げげられている内容が、好感度が高いものばかりでしたが、目つきや態度から何か違和感を感じていました。ご両親を見た時の印象や、お母様の怖いという噂から、良くないと感じました。結婚騒動、離婚騒動あたりから、雲行きが怪しくなってきました。何がしたいのか、よくわかりません。周りのファンも含めて、正直苦手な人々のくくりに入っております。確かに、彼の技術はすごいのですが、 試合後の元の場面を見て、S 感を出しているのか、言葉の言い方が気になります。ただ確かに、成績は残していますし、スケートに対して前向きなので、その部分だけ切り取って、嫌いとは言いにくいです。男らしさがなくなよなよしており、またすぐ離婚して、全く誠意のない姿勢を見せたりと、人として恥ずかしいやつだと感じます。表舞台から去ってほしいと思います。1位はヒカキン。みんなの意見はこちら。 YouTube の内容とか人間性はかなり優れてると感じるし、エンタメ性も多いけど、個人的にヒカキンのビジュアルが本当生理的に無理だからです。実際は大して興味のないし好きでもないのに、子供が大好きだったり、周りが異様に生やし立てるため嫌いとは言いづらいです。TikTok や Instagram などで見ていても、世の中的に認められていて好きだという流れが強いことも理由です。 そもそも YouTube はお役立ち系とか作業用 BGM、ストレッチやトレーニングばかり見ているので、ヒカキンを目にすることが少なかったので、実際見てもあまり面白いと感じない CM にも採用されているし、TV にも出てるし、人気 YouTuber 代表のような存在なんだろうけど、正直に言って、この人の動画は一回も見たことがありません。なんなら YouTube で動画をおすすめに表示しない設定にしています。 それなのに、おすすめに上がってきてなんだ。と思ったら、ヒカキンゲームズという別チャンネルでした。速攻でおすすめに表示しない設定にしました。なぜ人気かわからない。面白いと思わないし、そもそも何をしているのかわからない。YouTube を見ないので、なぜ人気があるのか、さっぱりわからない。ヒカキンは、子供から大人までやたらと、人気がありますが、どこがいいのか、さっぱりわからない。 中身は薄いし、学ぶものもなく、全く見る気がしない。言いづらいわけではないけど、ぶっちゃけてこいつ誰何の人と言いたくなるくらい顔がうざいし、気持ち悪いのが、ヒカキンとか入れている人、出ないでほしい。YouTube で人気ですが、メイっ子や兄弟が映像を見ていて、いつも興奮していますが、私自身は、心の中では、どうしてこんなことをするのだろう。と思っています。先日も、メイがスマホでヒカキンが結婚した。 と騒いでいましたが、興味はないけどそうなのと答えました。同僚や親戚がよくヒカキンの動画の話題を出してくるので、会話を円滑に進めるために仕方なくヒカキンの動画をいくつか見たのですが、正直言って何が面白いのか、わからないです。日本での YouTuber の先駆け的存在で、YouTuber はよく知らなくても、この人だけは知っている人も、多数いるほど名の知れた人だけに、簡単に言えないから、YouTube を見ないので、 彼がどんな動画をやっているのか知らないし、実績もわからないのに、テレビでアピールされても冷めてしまう。何が面白いのかも、よくわからない。YouTube を普段見ていないと言っていても、それくらい知っているでしょうという、圧とリスペクトすべき人という押し付けがあり、動画を見たことはないですが、見たいという気にもならないです。YouTube の一部を切り取った動画は見たことがありますが、このシーンは尊敬。というような投稿にも、うんざりしてしまいます。 大人気 YouTuber として有名なヒカキンさん。幅広い年齢層に好まれていると思いますが、私はどうもあの喋り方が苦手なのです。やってるアイデアとかはすごいと思いますが、個人的にはなぜ出てくるのか謎だという方です。YouTube の時もエキセントリックな内容でした。面白いから採用していくと変わった人たちから人気が出るのかと思います。ヒカキンはあまり大したことをやっていないけど、YouTuber の第一人者なので、 嫌いとは言いにくいです。何事も最初にやった人は尊敬される傾向があるので、それでいいと思います。以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もぜひぜひコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。 こういうアンケートもしてほしいという希望があれば、ぜひお寄せください。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。